マスターおはよう。どうしたの？顔は青いよ。はずむ、ちょっといいか？うん。俺、とんでもないことを思い出しちまった。俺はどうすればいいんだ。しっかりしてよ。何かあったの？宿題忘れてた。俺何にもやってねえ。そのことか。お互い頑張ろうね。え、弾むもまだなのか？まあ気にはしてたんだけどね。旅先でまでやることじゃないかなって。そっか、こりゃ心強い味方だぜ。あまり当てにされても困るんだけどな。寝てるよ。ジャンプーちゃんって僕にべったりくっついて寝るんだよね。懐いてくれるのは嬉しいけどさ。パパ、待ってても起きそうにないな。どうしよう。ジャンプーちゃん、朝だよ。おはようございます、おね兄様。ようやく目が覚めたみたいだね。今日は何して遊ぶですか？まずは顔を洗ってからかな。はいです。おはよう。おはよう、ハネルちゃん。川で魚を釣ってきたんだ。すごいだろ。はあ。ところでさ、お前この村の伝説って知ってるか？伝説？なんかさ、この村のどこかに宝物が隠されてるってずっと前にばあちゃんが言ってたんだ。よくわからないけど、何か素敵なものなのかな？絶対そうだよ。きっといいものに違いないって。そうだといいよね。ねえ、かけの。あんた、ちょっと変わったわよね。どこが？明るくなったっていうか、まあ悪くないんじゃない？正直言うと、あんたがあんなに楽しそうにしてるところなんて初めて見たわよ。うん。もしかしてはずむちゃんかな？もうお母さん。そんな風にムキになれるあんたを見られて本当よかったわよ。こんなお母さんで苦労ばっかりかけてるけど、あんたが笑ってくれてるのは嬉しいんだから。はずむちゃんに湯の山村の宝物見せてあげたら？宝物ってあの、あれ本当にあるの？あるはずよ。私も見てないけどね。とくこ、かけのちゃん、何の話？宝物って聞こえたけど。相変わらずの地獄耳ね。村にある伝説の宝物の話よ。伝説？見たもの全てを感動させる素晴らしいものなんですって。多分一緒に見た人との一生の絆になるような素敵なものでしょうね。一生の絆？ちょっとナミコ、うるさいわよ。人が珍しく娘にいい話してるのに。いや、
あり、それは来い来いよ。何騒いでるんだ。実は見たもの全てを感動させる宝物か。どんなものなんだろう。綺麗なものだといいね。私も見たことはないからよく知らないのよね。だから全然わからないわ。かけのは見たことあるのか。いいえ、今日初めて話を聞きました。私も見たことないよ。そんな話があるのはばあちゃんたちから聞いてはいたけど、ただの言い伝えかと思ってた。宝物か、見つけたいな。おお、すごいお宝かもしれないぞ。どうかしら。どういう意味での宝物なのか何もわからないから何とも言えないわね。なあハズム、絶対に宝物見せてやるから一緒に宝物を探そう。マリちゃん、でももうすぐ僕たち帰るけど。頼むって、見つけた宝はハズムにあげるから。え、僕にくれるの。私も宝物探すわ。それでハズムくんにあげるから。ヤスナちゃん、あ、いいな。よし、私もその話に乗った。私が宝物を見つけてもお前にあげるよ。ハズムくん、よかったわね。じゃあ僕も見つけてみようかな。楽しそうだよね。ほら、かけぬ。かけぬも探してみますね。なんだか楽しいよね。それにしてもどういう宝物なんだろう。そういうのに詳しくないから全然わかんないや。みんな探しに行っちゃったのかな。元少年、何を考えている。ポー、あ、宇宙人さん、それにジャンプーちゃんも。宇宙人さん、結局宝物ってなんだろう。誰もが感動するって言ったら多分ものすごいものだよね。それは判断しづらい問題だ。実際に探して確認するしかないだろう。感動という真理自体がとても曖昧なものだからな。そうだね。まあ興味があるなら君も探してみるといい。そして青春の思い出とともに淡い恋を進展させてくれ。データを取りたいのはわかるけど、まあいいや。とりあえずそろそろ僕も宝探しに出てみるよ。お姉兄様、頑張るです。宝物っていうと埋まってるイメージがあるけど、それっぽいところを掘ってみればいいのかな。掘り返した跡がある。見てみようかな。何もないな。掘り返した跡に大きな穴ができちゃってるけど、埋めとかなきゃ危ないよね。これでオッケーっと。でももう宝探し始めてるんだ。熱心だな。とりあえずあちこち歩いてみよっと。よう、はずむ。泊まりちゃう？ちょうどいいや。ちょっと歩かないか？宝探しを兼ねて。うん。なあはずむ、お前だったら宝物ってどういう場所に隠す？そうだね、やっぱり見つからないような場所じゃない？一
人気のない場所とか。うん、でなきゃすごく行くのが辛いような場所かな。やっぱそうだよな。でもさ、宝物ってなんだろうな。気になるよね。そんなに綺麗なものだったら、はずむに見せてやりたいからさ。綺麗なのかな。いや、わかんないけど。それっぽいものって案外探せないもんだな。宝物がなんだかわからないと探すの難しいよ。うん。でも私諦めないから。また一緒に探そう。絶対にお前に見せてやるから。ありがとう、トマリちゃん。じゃあ私はいろいろ考えてみるよ。弾むも何か思いついたら教えろよ。うん、分かったよ。あ、弾むくん、先生頑張って宝探しするわね。もしかして今から宝探しに？温泉では不発だったけど、きっとこれは恋の神様のお導きよ。盛り上がってるよな。え？宝探しだよ、宝探し。みんな必死になって探してるじゃん。あゆき覗いてな。うん、そうだね。俺も探してみようかな。つうか、お前は探さないのか？暇な時は探したりしてるよ。もし宝物を見つけたらどうすんだ？それは正直何も考えてないけど、見るものすべてを感動させるっていう宝物がどんなものなのか見てみたいだけだし。じゃあ見つけたら俺にくれよな。どうしようかな。よし、決めたぞ。やっぱ宝物はこの俺が見つけてやるぜ。やってやるぜ。そう簡単に見つかるかな。心配するな。この通りシャベルも用意してある。そうなんだ。別にそういう心配をしてたわけじゃないんだけど。あら、タケノコ掘りにでも行くの？ちょっと時間が遅すぎないかしら。タケノコならあっちです。ここタケノコなんて取れるんすか？取れるわよ。あっちに竹林があるでしょ。春先は山盛りよ。うまそうだな。今度は春に来るといいかもね。それじゃ。タケノコじゃなくて竹林か。宝ってその辺怪しくね？宝探し。おお、タケノコ見つけたら教えてくれよ。燃えてきたぜ。もしかしなくても、その
のシャベルで掘り返していくつもりなんだよね。当然、埋蔵金は地面の中に埋まってるって相場が決まってる。埋蔵金なの？いや、知らねえけど、俺は埋蔵金が欲しいから。でもそれだとかなり深いところに埋まってるんじゃない？でもだからといってこのチャンスを逃す手はないだろ。とにかく行動あるのみ。よし、竹林へレッツゴー。いつの間に埋蔵金の話になっちゃったんだろう。仕方ないな。スコップか何かを借りてからアスタを追いかけなきゃ。スコップを探すのに時間かかっちゃったな。アスタはどこにいるんだろう。アスタ、どこ？弾む、ここだ。今のアスタ？アスタ？足元気をつけろよ。足元？まさか罠でも作った？ちゅ、遅かったな、弾む。ごめん、でもこの穴ってアスタが掘ったの？いやいやいや、さすがに俺一人じゃここまでは掘れねえって。じゃあどうしたのこれ？落とし穴だと思う。落とし穴？まいっちまうよな。大丈夫？僕一人じゃとても助けられそうにないけど。どうにかしてくれよ。こんなとこで一生終わらせるのは嫌だ。分かったよ、しばらくここで待ってて。ああ、頼んだぞ。お姉兄様、どうかしたですか？ジャンプーちゃん、ちょうどよかった。急いで村に戻って長めのロープを持ってきてくれない？はい、了解です。マスター、お待たせ。はい、ロープ。おお、ハズム、お前は俺の命の恩人だ。うわぁ、出れた。ありがとな、ハズム。無事に出られてよかったよ。でも、この落とし穴何だったんだろう。これが知るかよ。あ、もしかしてアスタ、この穴に落ちたの？あれ、あゆきちゃん？ちょい待て、あゆき。まさか。ええ、本当にまさかよね。まさかこの程度の落とし穴に引っかかる人がいるとは思わなかったわ。この落とし穴、あゆきちゃんが掘ったんだ。苦労したんじゃない？それほどでもないわね。私が本気で落とし穴を作ってたら、この程度じゃ済まないわ。ほら、穴の底には何も仕掛けがなかったでしょ。それもそうか。よかったね、アスタ。よかねえっつーの。この旅も残すところは明日一日のみか。名残惜しいです。注目すべきはここに来て持ち上がった宝探しの話だな。クルス泊まり、上泉安奈、八部跳ねる、峰掛野、あの4名が宝探しに積極的な姿勢を見せたのは、被験体おさらぎはずむに対する好意的感情があってこそのこと。宝探しの結果次第では被験体の心情が劇的な変化を見せることも大いにあり得るだろう。残り少ない時間の中でどのような展開が繰り広げられるのか、存分に楽しませてもらおうではないか。